たしい2種類の偽善者について話をしていきます。偽善者というのは、上辺を取り繕った見せかけの善をする人のことです。そういう人は裏表があるのでとても嫌われます。その偽善者には大きく分けると2つのタイプがあります。 では、具体的に、どういう人のことを偽善者と言うのでしょうか。偽善者は、大きく分けると、二つのタイプがありますが、一つには、裏では悪を行いながら、人前では善をする人です。二つには、 どこかで悪を行っているわけではありませんが自分の欲のために善をする人ですまずわかりやすい偽善者は人の見ていないところでは悪いことばかりしているのに人の見ているところでは善人に見せかけた人です例えば力のある人に 賄賂を送って特別な便宜を図ってもらい、ライバルに対しては企業秘密を盗んで落とし入れ、裏で悪の限りを尽くして大儲けをしていながら、人前ではニコニコと人格者を装っています。ネット上の匿名の掲示板では、 嫌いな相手の良くない噂をでっち上げたり、気に入らない人を散々ののしったりしておきながら、会社では親切で思いやりのある良い,い人を演じています。八方美人で人当たりはいいですが、ずる賢くしたたかです。 ただし、こういう人は、明らかに悪を行っていて、その報いは必ずやってくるので、一時的に調子は良くても、長くは続かないでしょう。このようなタイプの偽善者は、実際に悪い行いをしていますが、悪い行いをしない 偽善者もいますそれは自分の欲のために善を行う人ですこちらの方は心のことなので目には見えにくいですがより本質的な偽善者ですこのタイプの人は裏で悪いことをしているわけではありません良いことをしています 例えば、人から立派な人だと言われたいから、ボランティア活動をするとか、人に褒められたいから、他人に親切をするという人です。この場合、ボランティア活動や親切という行いは善なのですが、相手のためではなく、自分の 褒められたいという欲の心によるものですから、偽善と言います。このような自分のためにする善を、仏教では、増毒の善と言います。増毒の善とは、毒の混じった善ということです。毒というのは、 見返りを期待する心です。私たちは、良いことをしても、見返りを期待する心があるのです。例えば、親切と引き換えに、お礼や感謝、見返りを求めているとすれば、それは親切とは言えません。商売です。 これでは本当の善とは言えないのです。仏教では心を最も重く見られますから、私たちもこのような毒まじりの善をしていないか、常に振り返ってみなければなりません。例えば、私は家族のために、 家事をしっかりきっちりやっていますと言っても自分はこれだけ家事をやっているのにあなたは何とか夫は会社で仕事をしているからと言って休みの日は家でゴロゴロしているけれどちょっとは手伝ったらどうとか言うとそれはもう私はこんなに頑張っているのにという 毒が混じっていますから腹が立って苦しむことになるのですでは最も純粋な愛と言われる子供に対しては毒の混じらない善はできるでしょうか子供のために学校や塾習い事の送り迎えをしていても 子供はそうしてもらって当然と思っているので、迎えに来てもらいながら、もうちょっと早く来てよとか、電話で今終わったからとだけ言って電話を切られたりすると着然としません。子供は無条件に愛していると言いながら、やはり 感謝を期待する毒が混じっているのです。このような自分の姿はなかなかわかりません。自分の心がわからないまま本当の幸せにはなれませんので、ブッダはすべての人は偽善者だと私たちの本当の姿を 教えられているのですではブッダの教えられた「本当の幸せとは何か」についてはビデオの下の URL からメルマガに登録してご覧ください。